厚い将として名高い関羽が策謀で世を乱す奪旗を伴い傭兵館に現れた。その信じがたい光景に兄への信頼と敬慕は激しい怒りへと転化され、張飛は猛然と関羽の前に立ちはだかった。真意を問うのに言葉はいらない、武人はただ刃で語るのみ。傭兵指揮所、頭に来るぜ。まさか妖魔側に疲れるとは。関羽殿は、関羽殿らの軍勢はすでに先端を開き間近まで迫って、この上は言葉は無用、ただ武を持って語るべき。おう忠勝、よく言った。兄者、いや、あなたの望むように戦ってる。残るはここ傭兵館のみ。六徳、おとなしく降参せよ。さすがだな兄者。あう。勝負はこれからだ。行くぜ。いざ参らん。お見事、私が泳ぐ相手ではなかったか。使っちまったぜ。味方を援護します。トラ戦車を発進させよう。相手はあの張飛だ。急ぎ、関羽殿の援護に向かわなければ。独特、拠点を収め、その話を聞く気はないか。話がしたきゃ俺を倒してみろってんだ。やはりそう答える。ならば我ら兄弟、まずは刃にて語ろうぞ。拙者を任すと、さすがは欲得され、敵は我にあり、再度まみえん。待て関羽、くそ、逃げられたか。何が気だ。なんでこっちが悪者じゃねえか。攻めてきたのは向こうだ。相手降参するまで話なんだしてやるかよ。しまった、間に合わなかったか。仕方ない、傭兵館へ向かうぞ。これ以上の支援は無理ですね。仕方ありません、ここは引きましょう。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えることを誇りに思います。やるな。ま、俺様が認めたやつなら当然か。ここまでか。仕方ない、撤退だ。残るは孫権だけか。俺が本気を出せばこんなもんや。あの劣勢を跳ね返すと、彼らに降伏勧告など私が甘かったようだ。孫権様、我らに援軍が到着しました。よし、ならば二手に分かれて攻めよ。西の援軍は迂回、東の援軍は正面より進め。では敵の増援、急いで傭兵館の守備を固めなくては。敬意を表彰。確かに私は白線の敵を倒しましたが、大地の本蔵から力を借りただけですよ。
できぬゆえ、唯一のものとて見逃せぬ。私は引くわけにはいかぬのだ。たとえお前たちが相手でもな。ならば影が参る。見たかカウ、これが俺様の実力よ。私は倒れるわけにはいかない。あ？兄者たちは見ろ。あまりに信じがたきお言葉です。関羽殿の武に一片の曇りなし。拙者は忠勝殿。これが兄者の言葉じゃなけりゃ突っぱねてやるところだが、ま、ここは兄者を信じてやら。こんなに。おう、これをあなた。